私は、ジュニチカクです。私は、他のみんなのように誰かに会っていて、それが私を幸せにしました。おそらく、クリスマスだったからでしょうか。私は、かなりの時間と場所を得たと確信しています。2年前、私は、多くの女の子に会いましたが、彼らの大部分は適時かつ適切な場所に行っていませんでした。私は彼女が苦い終わりに嬉しいだろうと確信している。私はいつも自分自身を見つけることを忘れて。真実が残酷な愛人ならば、嘘は素敵な女の子でなければなりません。孤独な戦士は負けることになると、何百回もの戦いで生き残ります。何が起こっても、私はいつも素敵な女の子が嫌いです。それは常に続く。それは私がいつも考えていたものです。その日、あなたはあまりにも素敵に見えました。しかし、私は何も知らなかった。私たちはもう一度会うことはありませんという自分自身を神と、呼ぶ人がいました。どこに行くの？今1000マイル離れたところで引き裂かれました。今日を少し明るくする方法を探しています。そして、私たちが言いたくない言葉があります。チュウ君がいいって言ってるもの、何がいいのかわかんないよ。わかんない、私にはわかんないの。ブラッティって何がかっこいいの？血なんて嫌だよ、痛いだけだよ。クルーのどこがかっこいいの？クレイジーのどこが。 Say bye, maybe